柏島は、東松浦半島北西部、唐津市港町の沖約1キロメートルの玄海どに位置する島。佐賀県唐津市に属し、大技は唐津市柏島。島の面積は、約1.4日平方キロメートルで、人口は321人である。透明は、神宮皇后の白木出兵に際して行われた儀式に由来する。 唐津市街地から見た島の形が台形であり、その形から軍艦島と呼ばれることもある。古代には駒島と呼ばれた。なお、周辺では地域や年代等により他の俗称が多数ある。限界国定公園に含まれ、島内には海水浴場やキャンプ場がある。島の北部には鬼塚古墳群と呼ばれる古墳時代後期の横穴式古墳群があり、また、 浜湯の群落は唐津市の天然記念物に指定されている。玄武岩室の大地上の島で最高点は島南部にあり、そこから北へ向かってなだらかに傾斜する。島の北端から南西方向にサしが伸び、天然の防波堤となっている。サしの先端には海上安全を祈願する住吉神社がある。サしの内側は南西に開けた湾であり、 湾に面する島の北西部には第二種漁港の柏島漁港がある。漁港に面して集落が広がる。漁港からは定期船が就航しており、唐津市港町の港港から約10分である。廃止統合のために島内に学校はなく、船で本土に通学する形をとる。2004年度に柏島中学校が港中学校へ2011年度に 柏島小学校が港小学校へそれぞれ統合された。ケンシラギ氏においては日本国内の停泊地の一つとなった。慶長5年の日本を二分した関ヶ原の戦いに際し、松浦島を率いる松浦重信が同じ日全国の大村木前、有馬春信、後藤島原宮美を誘い、柏島に集まって地震らの挙手を話し合った。この四氏は、先の文録。 慶長の役でも、小西行長配下の第一軍として戦った、中であった。大村木前の意見が取られ、四氏は、徳川家康の東軍に加担することとなり、有馬は行長以下の主力を欠いた、小西の南広国領土を攻撃している。住吉神社の鳥居住吉神社は、島の北部から伸びる差しの突端にあり、主催神として、右発角の命、中津の命、 そこつつのおのいのちの住吉三神を祀る。縁起によれば、神宮皇后が、白木出兵の時、柏島に神々を集め、会場の安全を祈ったという。境内には、猛虎襲来の際の猛虎怒り石と称するものがある。暴風雨で外洋に逃げようとした猛虎軍船が、海中に捨てたものと言われ、昭和2年に、住吉神社沖合から引き上げられた。業界眼制で、 長さ2.68メートル、最大幅0.38メートル、最大厚み0.26メートル。限界な大沿岸で発見された、猛虎怒り石30例のうち、港の八坂神社のものついで大きい。四指定文化財。浜湯は、悲岸花中の常緑多年層では妙を、浜尾本とという。唐津市柏島の海岸沿い240メートルが、群生地で、柏島の南西端。 宮崎に祀られている住吉神社の北側、玄な灘に面して、石ころの多い浜辺に自生する。佐賀県では、唐津市周辺の海岸地帯、小川島、高島に自生している。九州北部では珍しく、ここが北原と言われている。万葉集に読まれている七種の下避で、島内に七箇所建っている。万葉学者の犬飼い隆氏による記号である。取られている歌は、 元平8年、大和朝廷の施設として、白木へ旅立つ一行が立ち寄り、その時に思いを読んだものと伝えられている。ありがとうございます。